浅沼ママ、田村少年、すっぽんぽん、すっぽんぽん、全裸復活おめでとうございます、アンドありがとうございます。そして浅沼ママ38歳の誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2年前の全裸マッパでは、はい、ママが持っている立派で大きなあれを隠すためのプレゼントが渡されていましたが、今年は番組からどのようなプレゼントがあるのでしょうか。これからも日本一、いや世界一偏差値の低いラジオを楽しみにしています。立派で大きなあれ、あのね、はい、このラジオこっから聞いた人に誤解ないように言っときますと、はい、バナナケースですよ。あ、入れて、なるほどね。あれちゃんと全部閉まっちゃうから、挟まっちゃうし、なんでもないです。今回もプレゼントあるそうです。ありがとうございます。バナナケースっていう言葉もちょっとなんか違う気がしてきたもんな。なんかそういうのバナナって聞いただけで、バナナを入れる入れ物ですよ。ケーキもある。あ、ありがとうございます。じゃあこれね、紙袋が、かわいい紙袋がかわいいんですよ、はい、この夢の国のキャラクターが書いてあったりするんですけど、うん、スタッフ怖いんだよ。だいたいこういうものを別の袋に入れるっていう技を、そんな、あ、なにこれ、なにこれ、なんだろう。ハッピーバースデー浅沼ママ、この〇を浅沼さんの竿に装着してキュートな獲物をフィッシングしてね。スタッフさんからです。なんかかっこいいじゃないですか。かっこいい。魚釣りの、ぐるぐる回すところ。ぐるぐる回すところ。浅沼さん釣りとか普段されるんですか？しねえよ。じゃあ、それで可愛い獲物をゲッチュしちゃってくださいよ。そうですか。38歳、なんか目標とかあります？え？ 39 歳まで頑張ることかな。間違っちゃいないですけど。ケーキもありますよ。いや、だけど、うん。すごい立派じゃない？釣りってでもね、してみたいんだよな。ほう！これを機会にフィッシングしちゃってくださいよ。いや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 、まあでもね、ありがとうございます。覚えていてくださったことがね、何よりですから。おめでとうございます。はい、ちょっとケーキ、ケーキ。ケーキ見ましょう、ケーキ。おうおお、ケーキ美味しそうじゃん。ケーキすごい美味しそう。ケーキだけでよかったのに。いやいやいや、やっぱね、竿がないと。お前もさ、お前もさ、あははじゃないよ。楽しいな。はい、どうぞよかったら。あ、いいんですか？やった。ありがとうございます。こぼしません。なんかね、むっちゃんね、全裸的な感じでどんなケーキか説明しろだって、はい、ロケットおっぱいっぽい感じ。なんだよロケットおっぱいって。なんか20分30秒になりました。突然ですが、生徒会ネーム魔法使い見習いさんからいただいた横島マップ。愛知県半田市一本木町。以上、20分30秒の時報でした。シュンってなってる。ってよく言いますね。それが良いとされている。いや、そういう形の人ですね。お椀型とか色々あると思うんですけど。はあ、はい。ロケットおっぱいタイプのケーキですね。っていうかさ、2年前なんだね、マッパって。結構空いてるんですね。すげえびっくり。ですね。うん。去年とかの話かと思います。まあそんな時を経てさ、はい。ぬちゃんのロケット的なことは、なんか私のロケットは、変化はあったの？ですね、ロケットじゃないんですよね、全然ね。レーザーを施したりしてたわけ。あれはでも一回限りですよ。矢作さんに、こう、お知らせするために、やってみたんですよ。うん、私が、実験台になってきます、つって。人柱になるよ、つって。ええ。効果はあったんですか？一回じゃやっぱダメですね、ああいうのは。そこから特に変化はなく。そうですね。今、研究はしてるんですけど。あ、してるんだ。してますね。研究最中で、今実験中なんです。はい。あ、そうですか。そうなんですよ。